随心門、歌川広重、名所井戸百景のうち、神田明神明けのの景。神田明神は、本郷大地の東南端の高台にあり、東側が崖で、長望で知られていた。この図は、境内から、東の空の明けのを描いたもの。三代、広重、東京名所図へ、神田明神境内神田明神は、東京都千代田区外神田二丁目に鎮座する神社、正式名称。 神田神社。神田祭りを行う神社として知られる。神田、日本橋、秋葉原、大手町、丸の内、旧神田市場、月地五市場など108カ町会の総宇治神である。旧社格は、府社まで、潤直祭者。現在は、神社本庁の別表神社となっている。また旧潤直祭者の東京10社の一社である。三柱を祭人として祭る。社殿によれば、 天平二年、武蔵国豊島郡柴崎村に入植した、出雲系の氏族が、大名討の命を祖神として祀ったのに始まる。神田は、元伊勢神宮のおたがあった土地で、神田の沈めのために創建され、神田の宮と称した。上平五年に、平野正門の乱を起こして廃止した、平野正門の首が系から持ち去られて、当社の近くに葬られ、正門の首塚は、 東国の兵士武将の数径を受けた。加減年間に薬病が流行し、これが正門のたたりであるとして供養が行われ、延長2年に当社の愛、殿神とされた、平野正門神に祈願すると勝負に勝つと言われる。江戸時代、江戸城増築に伴い、慶長8年に神田大へ、さらに現那2年に現在地へ遷座した。江戸僧鎮守として尊崇された、神田祭りは、 江戸三大祭りの一つである。出市は、将軍城乱のために、江戸城中に入ったので、天下祭と言われた。当時は、出市が中心だったが、明治に入ると、電線の普及等により出しの数は大幅に減少した。神田林は、東京都の無形民族文化財に指定されている。江戸時代初期に豪華な、桃山風社殿が、天明2年には、権限作りの社殿が造営されたが、 1923年の関東大震災で消失した。その後、1934年に当時では、珍しい鉄骨鉄筋コンクリート構造で、権限づくりを模して再建されたことから、1945年の東京大空襲では、境内に焼夷弾が落ちたにもかかわらず、本殿、廃殿などは消失を免れた。江戸時代には、 神田明神と名乗り、周辺の町名にも神田明神を冠したものが多く、あった。明治に入って神社が国家の管理下に入るとと、明治元年に順直祭者に指定された。その後、腐者に列せられ、明治4年に正式の社号が神田神社に改められた。1874年、明治天皇が行行するにあたって、天皇が参拝する神社に逆進である。 平野正門が祀られているのはあるまじきこととされて、平野正門が祭神から外され、代わりに少なびこなの命が、茨城県の大洗磯前神社から誕生された。平野正門神霊は、境内摂者に移されたが、太平洋戦争後の1984年になって、本社祭神に復帰した。現在は、神社本庁の別表神社となっている。 また、旧順直彩社の東京10社の一社である、アニメ文化の発信地である秋葉原が近いこともあって、2010年代に、ラブライブ、シリーズ、シュタインズゲートといった作品の舞台となり、聖地巡礼を受けるようになった。2019年には、訪れてみたい、日本のアニメ聖地88に認定され、認定プレートと御朱印が、神田明神文化交流館に設置されている。 2016年より8月10日頃の近土日の3日間、神田明神農業祭りを開催。第2回には初日をアニソン盆踊りと銘打ってアニソン音頭をメインでかける人し、第4回にはアニソン J p o p 盆踊りとして開催した。2018年12月15日、700人収容の多目的ホール、神田明神ホールや物販、飲食スペースなどを備えた。 文化交流館、井戸子が境内に開館した。また、野村古道の代表作、銭形平治、鳥物美化への主人公、銭形平治が東神田明神家の長屋に住居を構えていたという設定から、敷地内の本殿右手横に、銭形平治の日がある。銭形平治は架空の人物である。神田明神を崇敬する者は、成田山新勝寺を参拝してはいけないというタブーが伝えられている。 これは朝廷に対して反乱を起こした平野正門を討伐するため、そう、官庁を新五寺誤魔堂の空海作といわれる不動明王像と共に、現在の成田山新勝寺へ使わせ、乱の鎮圧のため道誤魔の儀式を行わせたことによるもので、すなわち新勝寺参拝は正門を苦しめるとされるため、なお、同じく正門を祭神とする竹土神社にも、 同様の言い伝えがあり、成田山へ参詣するならば、道中に必ず災いが起こるとされた。正門に対する信仰心は、たたりや厄災を沈めることと密接に関わっていたので、ある。ただし、成田屋の屋号で知られる歌舞伎の市川宗家では歌舞伎十八番の一つ、釜髭で正門を演じており、スケロクを演じる際には、魚オガとの関わりから、神田明神内にある、 水神社への参拝を行う。国の登録有形文化財社殿は、昭和9年春工の権限造鉄骨、鉄筋コンクリート、総集シし塗りで、蒸気はすべて、江戸開府400年記念の年である平成15年9月19日に、登録された。現社殿の前は、天明2年に造営された木造の権限造り、総集シし塗りで、社殿内には、江戸幕府造営を象徴する。 徳川将軍家の葵の御門が見える。境内には他に、銭形平治の石踏み、水野利方検証費、戦車札の石踏みなど多くの石碑や力石などが存在する。交流施設、井戸子、神田明神文化交流館が2018年12月に開設された。秋葉原エリアとお茶の水駅の間にあって、参拝者の他国内外の観光客が多く立ち寄る。 旧神田区のほぼ全域、旧日本橋区のうち日本橋側へ北のほぼ全域、及び旧本郷区、旧下屋区の一部であり、詳細は以下の通りである。千代田区神田神保町一丁目キス番地千代田区内、神田千代田区岩本町千代田区神田岩本町千代田区、加地町千代田区神田加地町千代田区神田猿田町、千代田区神田淡路町千代田区小川町千代田区、 神田北乗り物町千代田区神田高屋町千代田区神田須田町一丁目全域二丁目1.6から9.1121千代田区神田駿河台三丁目一から六四丁目2.4千代田区神田田町千代田区神田市町千代田区神田戸山町2.8を除く千代田区神田西木町千代田区神田西福田町千代田区神田東小宮町千代田区神田東松下町十一千代田区 神田三倉町千代田区神田三戸城町千代田区東神田千代田区外神田千代田区神田愛追町千代田区神田泉町千代田区神田佐久間橋千代田区神田佐久間町千代田区神田練兵町千代田区神田花岡町千代田区神田平川町千代田区神田松永町千代田区大手町千代田区丸の内一丁目中央区 日本橋大田間町中央区日本橋柿柄町一丁目29から39、二丁目全域中央区日本橋、小網町17.18中央区日本橋、小田間町中央区日本橋小舟町中央区、日本橋富沢町中央区日本橋、中洲中,中央区日本橋人形町一丁目9から16、二丁目16から20.32から35、 三丁目八から十三中央区日本橋浜町中央区日本橋和黒町中央区日本橋九正町中央区日本橋堀戸町一丁目一二丁目五中央区日本橋本国町中央区日本橋本町中央区日本橋室町中央区日本橋横山町中央区東日本橋文京区湯島一丁目2.33台東区秋葉原 ありがとうございます。